1985年8月12日18時12分今も忘れることのできない痛ましい悲惨な大事故、大阪に向けて羽田空港を飛び立った日航123便は同日18時56分に御巣鷹の尾根に墜落した。乗員乗客524人中520人が死亡するという一機では世界最大の航空機事故となった。事故の原因はその後の運輸省の調査で、機体後部の圧力隔壁が破損し、その時の圧力で尾翼の一部が吹き飛んで油圧装置も破壊され、そのことで機体のコントロールが不可能になったことだとされた。機体は過去に伊丹空港で尻餅事故を起こしており、その時に破損した圧力隔壁をボーイング社が修理した際、十分な強度を持たない方法で行ったため、それが破損につながったとされたのだ。今でもこの公式見解は一切変更されていない。あまりの悲惨な事故に言葉も出ませんでした。悲運の急遽から33回忌を迎えた国民的歌手坂本九さんの新平成ベストアルバムが登場しました。坂本九さんが生前最後の番組で歌ったあの名曲に家族は救われた。今から34年前に起きたあの痛ましい日航機墜落事故でした。報じられた犠牲者の中には、昭和芸能史を彩った大スターの坂本九さんの名前がありました。笑顔の明るい、ニキビの多い素晴らしい歌手でした。私は今も忘れることができない芸能人歌手の一人です。日本がもがき苦しんでいる時に、坂本九さんの歌は常に人々に寄り添い、包み込むように励ましていたことになります。日本人の心の応援歌、それが坂本九さんの歌であり、時代が必要とするときにいつでもみんなを支えてくれるのが坂本九さんの歌声でした。坂本九さんの名曲上を向いて歩こうが1961年7月21日に誕生してから50年を迎えることを記念し、 CD シングルとカセットテープとなって発売されることが分かりました。前向きな歌詞から、東日本大震災の被災地で様々なアーティストに演奏されるなど、再び注目を集める中、未だ色褪せることのない名曲ですね。日本のポップス、歌謡曲を代表する名曲を挙げるとすれば、あなたならどんな曲を選びますか？客観的に見て、やはり坂本九さんの上を向いて歩こうだけは挙げないわけにはいかないでしょう。実は上を向いて歩こうは発表された当時大ヒットしたにもかかわらず、その年のレコード大賞では候補にもならなかったといいます。その理由はあまりにも曲調がアメリカっぽすぎ、当時大ヒットした映画シェーンの曲に似ていると判断されたからだといいます。今でも多くの人がこの曲を愛しているように、上を向いて歩こうには時代や国境を超える普遍的な魅力があります。海外ではすき焼きというタイトルで売られていた。アメリカのパスコって街でラジオ DJ を務めていたリッチ・オズボーンが偶然坂本九さんのレコードを入手して紹介しようとしたが、彼は日本語を全く知らなかったがためにタイトルを読めなかった。そんな DJ が唯一思いついた日本語がすき焼きだったのだそうです。その意味でこの曲は昭和の歌謡曲を飛び越えた J-POP の原点とも言える曲だったといえます。もし1985年8月12日彼があの日航ジャンボ機に乗らなければ、もう一度彼はブレイクすることになっていたのではないかと、私はそんな気がします。日本人として初めて飛行機に乗って海外ツアーを行った偉大な歌手坂本九さん。
皮肉なことに飛行機事故で星になってしまった彼の悲劇の人生を振り返ります。事故当日の坂本九さんの行動や知られざる素顔を坂本九さんの妻柏木由紀子さんが話した。上を向いて歩こうは世界中で大ヒットしました。明日があるさ1963年や幸せなら手を叩こう1964年など、今でも私はカラオケでよく歌います。永遠に歌い継がれる曲ですね。数々のヒット曲を持つ昭和を代表するスター歌手の坂本九さん。高度経済成長期にあった当時、日本人の心に響いたこの曲はたちまち大ヒットを記録。その人気は海を越え、海外ではすき焼きと題名を変えてリリースされたこの曲はアメリカビルボード誌のチャートで3週連続1位を獲得しました。坂本九さんはエルビス・プレスリーに憧れ歌手を目指し、1959年17歳でデビューして、見上げてごらん夜の星を、明日があるさ、幸せなら手を叩こうなどヒット曲を連発。中でも最大のヒット曲となった1961年の上を向いて歩こうは、国内のみならず全米音楽ヒットチャート誌ビルボードで3週連続1位を獲得。日本人初の快挙を成し遂げた。その後も世界中およそ70カ国で販売され、累計1300万枚以上のセールスを記録しました。坂本九さんと共演した過去があり、自身も上を向いて歩こうをカバーしたことのある南こうせつは、坂本九さんの歌声がなぜ世界中から愛されたのかを解説する。坂本九さんの死が確認されると芸能人たちも追悼。中でも事故から9日後に坂本九さんの後輩にあたる森進一さんが夜のヒットスタジオデラックスに出演し、涙ながらに見上げてごらん夜の星を熱唱する姿など貴重な映像も公開しました。事故当時の様子を家族が語っていました。1985年8月12日単独機の事故としては史上最悪となる520人の死者を出した日航機墜落事故に坂本さんは巻き込まれてしまう。知人の選挙応援のため東京から大阪に向かうこの飛行機に搭乗していた。事故のテレビ速報が伝えられたのは午後7時30分頃。その時間に由紀子さんと舞子さんはお風呂に入っていたため、第一報を家族で最初に知ったのは花子さんだったという。当時11歳だった花子さんは、未だに思い出すと辛く生々しくもあると話しながらも、由紀子さんたちは事故当時の様子を語ってくれた。午後6時12分羽田発の飛行機がレーダーから消えたという第一報に、由紀子さんはレーダーから消えたというのもよくわからなくて、迎えに行っている人に電話したらまだついていませんと言われて、それを聞いてえっとなりましたと振り返る。そうこうしている間に自宅には多くの取材陣が集まってきたと花子さんは記憶をたどった。事故から2日後の8月14日、未だに安否が確認できない中で開かれた記者会見で、由紀子さんはとにかくもう祈るだけです、早く会いたいですと話し、坂本九さんの生存を信じていた。しかし5日後の17日に坂本九さんの遺体が確認され、翌日には葬儀が行われた。葬儀後の会見でも由紀子さんは記者から今後のことや子供たちの様子について聞かれ、辛い中でも気丈に振る舞い質問に答えていた。その時のことを由紀子さんは、本当に帰ってくる、絶対大丈夫、そういう人じゃないとか、ありえないようなことを思っていましたと語っていました。坂本九さん、在りし日のお姿を忍びつつ
ご冥福をお祈りいたします。最後までお付き合いいただきありがとうございました。また、よければチャンネル登録もお願いします。